中日村松開く陣規定打席に到達すれば打率ランキング上位となることについて、中日の村松海と内野手23が28日の西武戦バンテリンドーム名古屋から始まる交流戦でチームの初優勝を目指してヒットを積み重ねることを誓った。次の試合で規定打席に到達すればいきなり打率部門でリーグトップに躍り出る可能性もある。シーズン序盤はスタメンから外れることもあったが、ここ9試合は遊撃手としてレギュラー出場、打率は3割2分6厘で、次の試合で4打席以上に立てば規定打席に到達する。現在リーグトップはサンタナヤクルトで3割2分5厘、いきなりランキング上位に立つことは間違いなく、まだ6月にもなっていない。そこは全然気にしてないですと、今は自らの結果は気にせずに試合に向かっていく。対戦機会が少ないパリーグ球団が相手となるが、交流戦ではチームの順位が変動しやすい。交流戦優勝を目指してしっかり勝利に貢献していきたいと意気込んだ。1番村松、2番田中、3番石川、4番細川の並び最高だな。あとはリカーソンは怪我しなければ中田翔、ビシエド6番で圧をかけられるし。和製上位打線たまらんの、個人的には3番細川、4番石川牛や。もっと調子上げて長打も打てるようになって、名実ともにリーグナンバーワンショートになってほしいな。また振りが強くなってきてるし、ちょっとずつ調整しながら頑張ってると思うので、まだまだ期待してます。盗塁も増えたらいいな。守備は指標以上にいろいろ課題はあると思うけど、素直凛と村松の努力を信じて応援してます。しばらく1番は村松で固定できそうだな。毎試合第1打席と最終打席を大切にしてほしい。前者はチームのため、後者は自身のためにね。この先調子を落とす時期も来るかもだけど、3割は維持してほしいな。ぶっちゃけこんなに好調続くと思ってなかったわ。強打のショートって希少価値高いから、なんとかシーズン通して成績残してくれ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。